次にサッカー J2 の栃木 SC はおととい、アウェーでボンテディオ山形と対戦し、1対0で勝利しました。栃木は2試合ぶりの白星です。大型連休初日、 J2 は9日間で3試合という過密スケジュールが始まります。栃木は攻守の要となるヘニキが今節累積警告で出場停止の中、敵地山形に乗り込みました。前半は山形に再三決定機を作られますが、守護神ジョニー・レオーニが立ちはだかります。前半41分には山形に怒涛の連続シュートを許しますが、ゴールを割らせません。スコアレスで折り返した後半も栃木は山形の猛攻に耐える苦しい時間が続きます。試合が動いたのは後半38分でした。栃木は左サイドからのクロスを、服部が頭でコースを変えると、最後は牛の浜の今シーズン初ゴールで貴重な1点をもぎ取ります。最後まで耐え抜いた栃木 SC は2試合連続の無失点で勝ち点3を獲得しました。栃木のストロングでもありますセットプレーを狙ってたので、そういうところでしっかり狙えたからこそ入ったかなというふうに思います。みんなで一丸となって今勝ったと思うので、次の試合もまたホームでできるんで、しっかりみんなで勝てるように準備したいと思います。